クリスチャン・ビエリは、イタリア・ボローニャ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。国際サッカー連盟の創設100周年を記念して、ペレが選んだ FIFA100 の存命125選手の一人。1973年7月12日、イタリア・ボローニャで、イタリアセリエ A でプレーしたサッカー選手の父、ロベルト・ビエリとフランス人母の間に生まれた。3歳の時に、 シドニーに渡り、少年時代はオーストラリアで育った。サッカーをする直前までラグビーをしていたことで有名だが本人によるとラグビーはあまりしたことがなく陸上競技や水泳で体を鍛えていた。サッカー以外にもクリケットが好きで2003年当時のインタビューではもし同内容の契約が提示されるのであれば今すぐサッカー選手を辞めて クリケット選手になるとまで語ったことがある。アトレティコ・マドリードに移籍した際に、地元の新聞、マルカに、憧れの選手は、オーストラリア人、クリケット選手アランボーダーだと語ったところ、スペインのファンは、インターネット検索することになった。弟のマッシュミリアーノ・ビエリも、元オーストラリア代表のサッカー選手。また、祖父も戦前のセリエ B で、GK としてプレーした経歴を持ち、 突如、イタリア行きを宣言したクリスティアンに父親は無理だと断言したが、この祖父がイタリア挑戦を進めたというエピソードが残っている。1991から92シーズンのビエリデビューはセリエ C1 プラート。そのシーズンの90年2月、後に900億リラの遺跡金で加入することとなる、インテルが獲得しようとしていたが実現ならず。 シーズン終了後にエミリアーノ・モンドにコヒキール・トリノと契約。しかし、トリノは FW を必要としてなく、ジョルジョ・ブレッシャーニやワルテル・カーザ・グランデの控えとしての役回りをする機会がほとんどとなる。その後様々なクラブを転々としながら、徐々に頭角を表していき、1996から97シーズンにはユベントスに移籍し、デルピエロと共に、 これからのユベントスを支えていく若手期待の星として活躍し始めた。このままユベントスで順調にキャリアを重ねていくと思いきや、翌1997から98シーズンにはスペインのアトレティコ・マドリードに移籍し、リーガ・エスパニョーラ初参戦にして24試合24得点という成績を残し、得点王を獲得。リーガは生ぬるいと発言し、翌シーズンには 自身の故郷のラツオに移籍、セリー a へ復帰した。1998から99シーズン、ラツオで圧倒的な存在感を示した後、1999年に3200万ポンドの移籍金でインテルに移籍した。1999年から2005年にかけて、インテルに所属し最盛期を迎える。2002から03シーズンには23試合で24得点と、 出場時合数を上回る得点を記録し、得点王を獲得するモリング戦は2位に終わった。インテル在籍の晩年には、プレーに衰えが見られるようになり、古傷や故障も重なって、思うようなプレーができず、また若手 FW のアドリアーノの台頭もあり、出場機会が減っていった。2004から0後シーズンを最後にインテルとの契約期間満了後は自由契約となった。 2005から06シーズンは AC ミランへ移籍。しかしシェフチェンコ、インザー,アーギ、ジラルディの要する協力 FWG とのレギュラー争いに敗れ出場機会が得られず、半年後の2006年1月には AS モナコへ完全移籍することとなった。しかしシーズン終了後わずか半年でセリエ A サンプドリアへの移籍が決定するも、サッカーに対する情熱が保てないとして、 現役引退をほのめかしていた。この間、イタリアの人気番組、エル・イゾラ・デイ・ファモシーに、出演予定など様々な噂が流れたが、移籍期限ギリギリの8月29日に、フルス・アタランタへの復帰が決まった。契約金は、約22万円とプロ最低賃金での契約で、あるが、1ゴールごとに、オプション契約として1000万円が支払われることになった。 アタランタでは ACCA な戦でセンターサークル少し前から決めたロングシュートこそあったもののそれを含め7試合での補欠出場2得点のみに終わった2006から07シーズン終了後1年間の契約期間が切れたアタランタからフィオレンティーナへ移籍2007から08シーズン第19節のトリノ FC 戦で先制点となる PK を決め 自身通算200得点を達成した。2008年、3度目のアタランタ入団を果たすも、サポーターとのいざこざが絶えず、シーズン終了前に契約解除となった。2009年、イングランドプレミアリーグのブラックバーンローバーズ、FC の練習に参加していたが途中で帰国した。2009年10月22日、現役引退を表明した。現役引退後は、 指導者には転身しないことを明言しており、プロのポーカー選手になることを表明したが、後に断念。その後は、アパレルブランドの経営に専念しつつ、2018年からは、DJ としても活動している。1997年3月29日のモルドバ戦で代表デビュー。ワールドカップには2度出場し、フランス W 杯で5試合5得点。 日韓 W 杯で4試合4得点といずれも AS として活躍したが、チームはフランス W 杯ではベスト8、日韓 W 杯ではベスト16とマリであった。ドイツ W 杯では自身3度目の W 杯を目指していたが、怪我の影響で先行には残らなかった。若き日にはエリザベタ、カナリス、メリッササッタといった数多くのモデルと浮き名を流し、 ラテンの恋人と呼ばれることもあった。2017年夏から、イタリア人モデルのコスタンツァ・カラッチョロと交際、同年には、解任が報じられたが、ビエリは流産したことを明かした。翌2018年に第一子となる娘、ステッラが誕生。科目で気難しく、汽車泣かせの選手と言われていた。インテル時代、サポーターを挑発。 小馬鹿にするパフォーマンスを繰り返したためファンの怒りを、海自身経営の店舗を反抗生命付きの爆破テロで破壊されていた。なお、その生命文は、ビエリオ。我々サポーターを舐めるのもいい加減にせよとの、ものであった。ユベントス時代は、ジネディーヌ時代と特に親密だった。ユベントスに移籍当初、環境の変化に馴染めずにスランプ気味だった時代を、実家に招待し、 母親のフランス家庭料理でもてなしたことがきっかけ。フィリッポ・インザーギとは極めて仲が良く、互いに親友であることを公言していたが、一時同じ、女性に好意を抱いた時期がありその後しばらくは、不仲となった。自身のファッションブランドスウィートイヤーズを所有し、イタリア代表とミランでチームメイトだったパオロ・マルディーニと経営している、ユベントスのファンである。ありがとうございます。